今日6月20日ということでね、はい、もう新聞もテレビも全部あのニュースでしたね。何のニュースですか？加計孝太郎の会見ですか？ねえ、もっとあるだろう、お前。加計半端ないってやってね。半端ないみんな言ってたというね。大阪で、大阪ですか？大阪だよ、大阪。なんか今ネットではね、うん、本田圭佑に、うん、今までごめん手のひら返しっていうのニュースが来て、いや本当ね、謝れって感じですよ。うん、そうですか。デロイヤンは逆にこうどう思ってるんですか、本田圭佑は？本田圭佑は、うん、元サッチの神田ちゃんっていう芸人がいるんだけど、アメトークに出てた、会うとあって、うん、でそいつ以外芸人の間でも、ね、うん、サッカーちょっと見てますよっていうやつ、ホンダを褒めてる人いなかったのよ。神田だけがホンダが好きだった、はいはいはい、俺もホンダを応援してたから、はいはい、いや嬉しかったんですね。なるほどね、結果残しましたよ。本田圭佑が、コーナーキックをね、そう、6月19日ロシアワールドカップ初戦コロンビア戦の1対1の時にコーナーキックを、うん、でアシストして、うん、大迫という選手が勝ち越しのパッチギを決めたという。そう、パッチギね、見ましたか？見ましたよ。なかなかのパッチギでしたね。ズズキのことパッチギって、ズズキのこと、ヘディングね、ヘディングね、ヘディングですよ。ただちょっとね、うん、あったのがね、そのワールドカップをね、うん、見てる裏でね、うん、こうハーフタイムでザッピングパッとしたらですね、うん、裏番組でテレビショッピングやったんですけど、うん、そこでですね、城庄司さんがね、はい、ダイエットする企画。あこれなんかちょっと私ね、いろいろ考える部分がありましたね。生放送の方ではちょっとオファーがなかったんですかね。オファーなかったと。でも、その通販の番組も、ずっとやってるんですよ、ね。サッカーの選手を入れとったらこの時期視聴率ちょっともらえるかなっていう可能性を感じたんじゃないですかね。でもね、ずっとやってるんですよ。うん、あ、なるほど。上昇時か、ね、うん、杉村太蔵さんのどっちかな。はいはい、もしね、昨日日本が負けたら大変ですからね、うん、その通販のテレビ画面に向かってね、水かけちゃうやつがいますから。ガム投げられたり。ね、ますから。で、ネットではね、あ、卵か、卵投げられた。ごめんよ、ホンダ。お前にコーナーでアシストできるとは思っていなかったよ。ありがとう、ホンダってね、すごい偉そうな上から目線のコメントとか。あとね、懐かしいのが、うん、ごめん、ホンダ三角形と。ホンダに三角って書いて、ホンダ三角形って昔流行って、はい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 、久々の。でね、これ、ホンダ三角形ってのが昔流行って、ホンダに三角のね、うん、記号を入れて、うん、昔爆笑問題さんのネタであったのがね、じゃあ若の花のパンも書くんですかねと、マサル四角形と、マサル一角って書いて、マサル四角形っていう。あのネタをこれはね、ちょっと未だに見てないんで。そうだね、そろそろもう一回ね、うん。一応私も考えまして、笑福亭 L って書いて、笑福亭二角っていう。わかりづらいな。だからね。二角ってことです。生活小百科見て、うん、俺今までお前の凄さに気づかなかったよ。笑福亭 L、笑福亭二角とかね。いや、呼び捨てだったよ、ね。そうだね、確かに。あ、3月からだけどだから。そうだね。うん、あとね、八角理事長のことはね、はい、UFC 理事長って書いてね、アメリカの総合格闘技が八角形の金網のリングなんで、八角理事長。八角理事長。オクタゴン理事長。オクタゴン理事長。あとね、うまいなと思ったら八角理事長ちょっと調べてたら、問題発覚の発覚で八角理事長って書いてる。あー、なんかちょっとあったよね、その時も。流行ったんだ。流行った、流行った。あー、俺は知らなかったね。八角って。あとね、日本の総合格闘技はちょっと差別化して、うん、六角形の金見つかった時あるんですよ。ああ、そうだったっけ、ね、それ覚えてもわかんない。なんで、日本の総合格闘技政治って書いて、六角政治っていう。いいわな。そういうのいっぱい考えて。はい、あとね、パンクラスっていう団体がね、はい、10角形の金見つかってて、嘘、ほぼ円形だと。うーん。なんで、白鶴パンクラスって書いてあるの。白鶴丸の代わり。こういうのいっぱい考えて。はい。はい。ありがとうございます。楽しかったんでしょうね。ええ。あとね、大阪半端ないってってのは、あれ、何なんだろうね。あれね、語源を調べたんですよ。横断幕みたいなのでやってるのは半端ないってって思ったね。大阪優也選手は高校の時に、うん、対戦相手のディフェンダーの中西さんって人が言った名言で、大阪半端ないってあんなんできる普通ってすごい言ったのが、ああ、今でも生きてんだ。で、そのディフェンダー中西さんの高校の監督も、うん、俺は大阪に握手してもらったよって。もうちょっと俺のね、ミーハーですな。いや、それで、みんなで鹿島城西応援しようじゃないかって、その負けた相手を、ずっとこう、その後応援したっていうのがあって。そうなんだ。で、その言葉が、大阪半端ないってっていう映像が今すごい使われてるんだって、ニュースとかでも。その中西さんの。で、中西さんは一部ネット情報によると、今銀行員らしいんですよ。はい、なので、はいはいはい、もしこのワールドカップの後ね、中西さんもテレビ出演とかちょっとあるんじゃないかなと。はいはいはい、そうすると中西さん自体の預金残高も増えるかなっていう。あ、なるほどね。そう。サッカーやめた後に ね、うん、ね、野球選手みたいな焼き鳥屋やるときとかな。はいはい。その時にもなんかこう、融資してもらえないと。あ、いいですね、うん。ワールドカップの利子がね、はい、入るとかね。あと、ハリルがいなくなったことでね、うん、中西さんにお金が入るっていう、カタカナでね、ハリルジャパンで。ハリル、どういう気持ちで見てんだろうな。ハリルはね、やっぱ、ちょっとね、うん、ホンダ外すんじゃないかっていうのもありますね。ありましたね。はい。
ファリルはなんか家中の壁蹴ってるらしいですけど、ね、はっはっそう、あの、そう、本当に普通に家の壁にヘディングしたって聞いたけど、まあ、あの人もね、基礎作ってた、うん、基礎作ってくれた人でもその縦型戦法みたいなのが生かされたわけでしょ。ああ、ほんとほんとほんと、だからちょっと、いや、やっぱそう残したんでしょうね。そうなんだよ、うん、あとね、本田と大阪の活躍でね、うん、営業増えるのが、あの、純一ダビッドソンさんと、うん、あとトータルテンボスさん、半端ねえのね、元祖半端ねえ。ここで、でも間違いなく使うでしょうね。うんうん、あ、でもさ、もしかしたら、うん、世代的にその中西さんって高校の時とかに使ってたんじゃないの、はい、トータルさんの。ああ、その影響なのかな。おお、かもしんないよ、半端ねえって。でも半端ないってだったからな。半端ねえじゃないから。いや、いいんだよ、その渋谷系か。そうなんだろう。でも、半端ねえっていうのは、もともと別にトータルさんじゃないからね。まあ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 、まあ、若者じゃない。よく使ってたから。パじゃねえとかね、昔言いましたけど。ねえ。でね、あの、マヤミキが、はい、諦めないでって有名なマヤミキさんがですね。もうそれしか僕知らないです。おい、じゃあ失礼だろ。あの、ビビットという番組で、はい、私はサッカー詳しくないんですが、はい、ワールドカップ始まる前はスポーツ紙全紙、はい、オッサンジャパンとかソンタクジャパンとか、ああ言われてたね、見るに忍びない活字が飛んでいたのが、うん、今日は歴史的大金星とか、うん、サランスクの奇跡とか、うん、この温度差は何ですか、研究してた。なんでそんなもんじゃないんですか、ね、さすが男役と。でこの男はね、あの漢字の漢本当の男役さんね、まあまあまあ、うん、あとこれによってこの何すごいこう言及するんじゃないですか、マスコミさんじゃないけど、うん、でも小柳ルミ子の代役もありますね。ルミ子いけんだったら、ね、ルミ子でいけるっていうの、ルミ子でいけるの、ね、面白いけど ねすごいね、ワールドカップ盛り上がってて、まあまあまあ、ね、ありますけど、うん、あとはね、うん、あのトランプさんが宇宙軍創設を国防総省に指示っていうのはね、おぉ。時事通信なんですけど。はいはいはい、はい。18日、国防総省に対し、うん、陸海空軍、海兵隊、うん、沿岸警備隊に加わる第6の軍となる宇宙軍の新設を命じた。うん、なるほど。ただ宇宙軍創設には議会の承認が必要となる。いや、まあ、宇宙防衛隊。ね、で、これね、あの、私調べたんですけど、はい、もう5年前に日本でこの同じことすでに考えた人がいて、何？アントニオ猪木。うん、9条改正なら地球防衛隊よっていうニュースがね。もうね、トランプさん。ゲームやったんじゃないの？え？地球防衛隊ってゲームやったんじゃないの？いや、違うわ。シンプル、1500だけ、うん、これは5年前の6月ですよ。だからもう早いんですよ、トランプさん。いや、もうだ、猪木はもう政治に、うん、政治家としてはやっぱ長けてると。そうですよ。でね、ちょっと猪木のその時のコメントがあって、うん、俺は俺の発想でやってもらうと、9条を改正するなら、俺は地球防衛隊というのを昔から言ってるんです。なるほど。例えば、アマゾンのジャングルは、毎年東京都の10倍の面積が違法な開発で消滅してるんですね。あれ、はい、アマゾンですよ。これを抑えるには警察じゃダメなんです、うん、軍の力が必要、うん、相手はみんな火器を持ってますからね、うん、そういう地球防衛隊的なものはできないかと。なるほど、かなりはですね、やはりブラジル寄りの、うん、そうでさ、これどういうことなの、宇宙人に燃やされてるってことなの、地球防衛隊が必要、あ、そういうことじゃないの、あれじゃないの、はい、なんだ、寝ぼけてたんじゃないの、違うわ。皆さんなんか寝ぼけたような顔してる。違うでしょ最近。なんか、だからどう、地球国っていうのにしちゃうのよ、みんな。全部。もうみんな、もうインディペンデンスデイじゃん。友達で、大統領がトランプ、うん、総理大臣が猪木、うん、で、副総理が玉出版の韮沢編集長。よくわかんない政権だよ、大統領いるわ、総理大臣は。で、野党が大槻教授で。で宇宙人文書解散問題っていうのがあって、毎回、韮沢社長が、そう、で、あの野党がみんな、いるわけないでしょって怒るっていう、まあ、ネットとかってことでしょ、宇宙って。あ、そういうことか。そうそう、衛星飛ばしてとか、あ、なるほどね。はいはいはい、でも、猪木なんてさ、うん、その宇宙防衛軍よりも、はるか前からトランプよりも先にやってることあるからな、うん、何、北朝鮮渡ってますからね。北朝鮮渡ってるし、あとは韓国とかパキスタンで、うん、もう殺されるか分かんない試合で、うん、相手の目に指を入れてますからね。ね、自分防衛隊。そうですよ。ねえ。アクラム・ペールマン。うん。はい、なんかね、すごいよな、あの、うん、あれ読んでほしいな、本はな。ね、1976年のアントニオ猪木ね。あれは皆さん読んだ方がいいですよ。水道橋博士がね、うん、アントニオ猪木の自伝を聖書って読んでたんだけど、うん、1976年のアントニオ猪木って本が出た時に、うん、新約聖書が出たって言ったんですよ。すごいよな。すごいね。あれ面白いわ。なんかね、猪木がね、目、相手の目に指を入れてまで、その、死闘に勝ったっていうのを、うん、そうそうそう、日本で一番強いと言われてる格闘家、青木真也と対談した時に、うん、ちょっと火ついたんだろうね、うん、俺は相手の目ね、ひんむいてましたからね。なんかね、めちゃめちゃな、ね、言葉使ったね、ひんむいてたからね、
ぶん抜いてたから、なんかね、すごい言葉言ってたね。あんまその時から次、ジェラルド・ゴールドぐらいか。あの、目にね、まあまあそういうのありましたね、サミングでね。サミングで。相手の目を潰してしまったというのもありました。怖いですよね。あとはね、一茶結婚っていうのがありましたね。え、結婚したの？今日で発表で。6月20日、一般女性と結婚したことを本名のヘントナ一茶名義で発表した。これからも芸の道を精進してまいりますと。芸人みたいなこと言っちゃってね。いや、いいじゃないですか。自虐漫談家なんですかね。うん、自虐漫談の人ですか。まあ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 。ね、曲も出したばっかりですか、ね。曲も、USA という曲はね、今1000万回を再生を超えてて。YouTube かなんかですか。聞いたけど、確かにあれは中毒になりますね。なんかね、見た、テレビでは見た俺。ダサかっこいいだね。ダサかっこいい、そうそう。で、ラジオなんかでもよく流れてて。すごいよね。でね、今、一茶で検索すると、一番上に出てくるのは、一茶スペース、ハゲ治ったなんですよ。ね、もう悪口が一周してるわけ。普通はね、ハゲとか、なんかじゃあ、もうハゲ治ったって、そのどっちなんだ、お前は。与党か野党かどっちかじゃん。でもさ、ハゲ治ったって中には、多分治った、だと、そういう悩みを持ってる人はどうやったんだっていうところ。ああ、検索ね。検索して、はいはい、あるかもしれない。下手したら沖縄に薬探しに行ってるかもしれない。ハブが絶滅するかもしれないですよ。でね、ヘントナ一茶っていうすごい名前だなと思って、検索したんです、ヘントナで。辺野古基地の辺に、土に、名前の名ってヘントナなんだけど、お父さんがプロゴルファーヘントナ求むって人なんだよ。ほんと外国人みたいなのがでも。で、パパヘントナって名前で CD も出してるらしいよね。これはダパンプの時のあれ、ね、息子に便乗ですよ。便乗したやつですかね。でね、プロゴルファーヘントナ求むの長女は、歌手のヘントナチャミ、お茶の茶に美しいチャミ。お茶みで、長男は一茶、1位にお茶の茶。あ、茶をつくんだね。そう。次男はプロゴルファーのヘントナニーチェ。ニーチェ？ニーにお茶。で、ニーチェ。一茶、ニーチェ。ニーチェ。で、三男は子役のヘントナ・チェスカ。チェスカ三つの海でチェスカ。あれ、お茶消えた。そうなんですよ。チェンになっちゃって。チェンになっちゃったんだ。だからその次男に二つのお茶でニーチェってちょっと読ませてから急にチェがハマったんだよね。もしかしたらおじいちゃん加藤茶なのかもしれない。違うわ。年齢差どうなってんだよ。茶が一個だ。いや違うだろ。で、加藤茶本名じゃねえだろ。覚え方としては、チャミ・イッサ・ニーチェ・チェスカ。チャミ・イッサ・ニーチェ・チェスカ、ね、いや何この活用ねえ、ヒー・ヒズ・ヒアみたいな、いやいいじゃないですか、ねえ、ヒズ・ヒズ・ヒムかねえ、こういう活用系っていうのね、探すと面白いですからね、あの千葉新一の芸名の変遷とかね、ああそうですね、ね、千葉新一、JJ ・サニー・千葉、何だっけな、あれもあるじゃん、あのほら、あの、なんだっけ、あいつ、なんとか映画監督やってた時のね、なんだっけ、あと本名が前田貞夫とかね。あ、まあ、そうそうそう、前田貞夫、貞夫なんだろう。そうだ、漫才ですげえやったけど、やっぱ急にだと思い出せるってことは、すげえ無理してやってたネタなんだろう。そうだと思う。これ出ないっていうのは、そうよ。4つのは言ってる、1位で入ったんだけどね、俺らの中で。あの、マコーレ・カルキンの兄弟優とかね。そう、栗間辰巳みたいな名前なんだよね、はいはいはい。確か。ありましたね。栗間辰巳みたいな名前なんで、それは出るんで。ちょっとね、調べておきますけど。ちなみにですね、チャミ・イッサ・ニッチ。脇永林道。あ、脇永林道ね。そうだ。気持ちいい。あの映画監督でワチナガリンド。ワチナガリンド。千葉真一、JJ さんに千葉、ワチナガリンド、本名、前田貞夫。これ、ね、いいですよね。やっと覚えたわ。ネタやりましたね、一時期ね。なんかすげえ、なんか覚えさせられた感じが今、思い出しました、一人に。よくやったのがね、ちっちゃいことは気にすんな、それ、ワチナガリンドっていうね。若しこ、若しこ。若しこをね、やりましたね。ね、何を思ってそんなことしたんでしょうか。いやいや、面白いと思って。ヘントナモトムさんね。ヘントナさん。ちなみに沖縄県。国神郡にあるのがヘントナバスターミナルですからね。おこれですね、忘れないでいただきたい。まあまあまあ、まあ、名字が地域の名前ってたくさんあるからね。そうだね、はいはいはい、はい、ということで、うん、明日はですね、もうついに、エル歌舞伎と水道橋博士の新宿ロフトプラスワンでですね、公開 YouTube 収録ライブがありますので、ありますんで、よろしくお願いします。当日券も出ますし、はい、速乾するかなと思ったんですけど、うん、そこそこの売れですね。そこそこの売れなら、ね、販売はしないし、うん、売れてないわけではないけど、ぐらいの感じで、まあまあ売れてます。よろしくお願いします。当日券出ますんで、お願いします。よかったら来てください。はい、ということで、じゃあ皆さんまた明日、お願いします。お気楽にしてください。